進行を務めます桐生御影役中村江里子です。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。織幸役の桑島宝子です。今日はよろしくお願いいたします。イジドール役の堀江俊です。今日は最後まで楽しんでいってください。監督の大和直道です。いや、なんとか皆さんに見せれるような形になりました。精一杯突き進めてきましたので、どうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いします。総監督の福井春俊です。今日よろしくお願いいたします。そんなね、バチバチとした瞬間が第2章この後上映されるんでしょうか。そうですね、はい、はい、いよいよね、秒読み段階ですね。はい、その前になんかすごい発表そうなんあるらしいじゃないですか。はい、本日タイトル完成披露アンドとなっておりました。皆様お待ちかねの新キャストを発表させていただきたいと思います。それでは新キャストご紹介に移ります。登場ください。どうぞ皆様拍手でお迎えくださいませ。改めましてご登壇いただきましたサーシャ・イスカンダル古代役ハン・メグミさんです。かわいいご挨拶お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。この時を今か今かと待ち望んでおりましたサーシャ・イスカンダル古代真田美代役のハン・メグミです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ皆様の中では新キャストといえばとね、もしかしたら予想を立ててらっしゃった方もいらっしゃるとは思うのですが、実在するというこの瞬間やはり度肝抜かれますね。度肝抜かれ恐れ入ります。はい、ハンさん、サーシャ役を今回お引き受けになられた時のお気持ち、決まりましたよと言った時のお気持ち、一体どういったものだったんでしょうか。大変光栄なことであり大変恐縮なことだと思います。なんと言うんでしょうね、なんと言いますか、母のもとに生まれたことの運命みたいなものを感じてしまうと言いますかこうしてこの仕事を歩んで、こうしてここに今立てていることを本当に、緊張もしているんですけれども誇りに思います。もうこの仕事をしている上での誉れです。はい、素晴らしい。そういったお話を受けられまして、サーシャ役がハン・メグミさんとなった経緯を改めて福井さんお伺いしてよろしいでしょうか。はい、まあでもこれは本当ご本人今おっしゃった通りで、いや他考えられない、せっかくね娘さんも同じ仕事されてるということであったらぜひということであるし、でもしそうするのであったらお母様にもね何かしらの形でという、そういう順番で2205の時からキャストの方はもう考えていった感じですね。今それを初めて聞きました、うん、恐れ入ります。